スポルティングが選手売却をしなかった世界戦がこちらです。中盤から前最強なのに後ろ終わってて草。ほぼポルトガル代表やんけ。レオイが突破、ハフィーニャが守備、ロナウドが得点、くしくもバランス最高。ロホ？ラフィーニャ外して何？守備が臭い。しかし、チームの残りのメンバーは UCL の優勝メンバーだ。安心と信頼のスポルティングさん。安心安全のスポルティングさん。個人的にザルツブルクさんとアヤックスさんとスポルティングさんは信じてる。スポルティングさんとアヤックスさんはほぼほぼ当たりだけど、ベンフィカさんと PSV さんは怪しい。アントニーは産地偽装ですか？一方、ゲンスポルティングスタメンの森田はレスター移籍の噂もあるが。スポルティングさんの中盤は優秀だな。もう28歳だけど森田もさらにステップアップできないかな。スポルティングでスタメンって十分すぎるぐらいすごいけど、ビッグクラブで見たい。森田秀政マジですごすぎる。森田は PSG に行ってウガルテとコンビ組め。スポルティングの中盤が優秀すぎる。ヌネス、パリーニャ、ウガルテ、ネクスト、森田。ベルギー行くならポルトガルリーグの方がいいよな。